おはようございます。Good morning. Namaste. Buenos dias. Divine stream of consciousness. はい、ですね、そうだな、そう、だいぶね、書類を全部処分して、これ見せようかな。わかりますかね。私のその名前の部分をこう切り取って、で自分自身の名前を切ってね、もうほんとまだまだあるんですよ。あらゆる書類、その表彰状から卒業証書までから銀行の何だろうな書類まで、全部処分して、自分の名前だけ本当にここに。でこれは海に持って行って焚き火で燃やすと、こう、なんだ、名声を高める、名声を高めることが目的ではないけど、高めるんですね。その名前、自身の名前を尊ぶ、尊ぶ、敬うという一環として、この、その紙を処分するときに、紙に書いてある自身の名を、その、なんて言うんだっけ。名声っていう言葉は英語ではフェイムですよね。そのフェイムを高める、フェイマスっていうのは、そのネームをファイヤーで燃やすことによって、炎、フレームでこう燃え上がるとことによって、それがフェイムになるっていう断りがあるんですけど、その一環ですね。これは本当に魔法奥義の一つですね。最高神って書いて、これは見せるもんじゃないね。どうもね、人のエゴをこう刺激する、ところがあるからね。これは大丈夫かな。基本こういうノートブックも大きいから、全部
ラ持っていこうかなと思ってるんだけど、だいぶ軽やかに風通しが良くなったね。